ちゃっ、こんにちは。ゆたかさん、はい、最近なんか感動して、例えば泣いたこととか、まあ、映画でも本でもいいんですけど、ありますか？いや、感動したのは、久保春樹くんって、カラオケバトルっていうテレビで歌うんだけどさ、まあ、中学生かな、あの子の歌を聴くと涙が出てくるんだよ。なんか感情を揺さぶられる、なんか入ってくるんだよ。だからそれは感動して、なんか涙がほろっと来る時がある。あと例えばこの YouTube のチャンネルでも、例えば恩師との思い出であったりとか、あとは先輩との思い出とかで、やっぱりこうね、感情がぐっと高まって、ちょっと涙するとかはありますよね。それはあるある。でいろんな涙があると思うんですが、最近 SNS である方の涙がちょっと話題になっていまして、それが阪神の矢野監督が、ちょっと泣いてしまったんですよ。まあそうだな。はい、これあの7月12日の、横浜 DeNA との、3連戦の初戦、サヨナラ勝ちをしたんですね、9回に、マルテ最後、大山選手のサヨナラ、スライダーセンター前、そうですね、初球、はい、もう阪神ファンは大喜びです、まあ3点リードされて、それで三島が上がって、まさか4点取るとは思わなかったよ。その中でマルテのツーナッシングからの外のまっすぐ、もう伊藤も腰が抜けてたけどさ、取って三振、三球三振だというふうに思ってね、俺も見てて、あ、終わったと思ったんだけど、まあここがやっぱ運なんだろうね。そうね、阪神、いや、まあ、あの審判の方も、ツーナッシングから、例えば一球遊ぶだろうなとか、伊藤の構えを見たらボールに、多少ボールに構えてんだよね、だから、あ、そうなんだ、外すのかなっていうような、やっぱり人間だから読みあるよね、だからなかなかストライクって手が上がらなかったと思うんだけど、俺は見ていて、あ、終わったと思ったよ。で伊藤も腰抜けてたし、三島も、腰抜けそうになってたよ。そうですよね。でもしかしたら阪神ベンチがここまで反撃もここまでだったかと思ってたかもしれないんですけど、でもね、はい、あそこにたどり着くまで、マルテのところまで、あの勢いってすごかったよ、だから勢いに押されて手が上がらなかったっていうことも、人間だから多分あるよね。ああ、まあそういうことでしょう、でもそれを大山が、まあマルテも大山もヒットを打って、サヨナラ勝ちをしたと。はい、そうなんです。でその後の、監督インタビューっていうのがね、必ずあるんですけれども、そこで感動して泣いてしまった。なかなかシーズン中に監督がそのインタビューで泣くってことないと思うんですけれども、矢野監督がその、インタビュアーからサヨナラ勝ち決めて、その時、気持ちを聞かれた時に、感動してますというふうに涙をちょっと潤ませてコメントして、泣きながらこう、嬉しさというか、本当に一人一人が頑張ってくれたというふうにコメントしたんですが、それがネットニュースで賛否を呼んでまして、シーズン中に優勝もしてないのにまだなんで泣くんだっていうファンもいるんです。原監督だったらまず泣かないよねという方もいれば、いや、あれはやっぱり感動して選手への思いが出てしまったんだというファンもいたりとか、矢野監督はあの辛い思いしてるからね今。そのサイン疑惑から村上に対しての暴言、そういうものがあって、一瞬にこうカーッとなって、やってないのに疑われてみたいな、そういうので暴言を吐くという、監督っていうのは、そのチームの象徴だよね、だから、そういう人がそういう暴言を吐いていいのかっていう、ここも賛否があって、SNS で叩かれて、やっぱ逆風だよ。そうです。例えばそのチームが首位に立ってて意気揚々とね、してる時は、矢野神様みたいなさ、そういうことがあったにしても、ちょっとしたことで今はね、こう器じゃないとか、そういう言い方をされるけども、あの時に矢野監督にとって欲しかったのは行動はね、これはやったのかやらないのか、これは分からないけど、グラウンドに降りれないしね、取材もできないから今我々は、だけどその村上に対して、とかヤクルト球団に対してちょっと申し訳なかったなと、疑いをかけられたのは、これは仕方のないことだから、ああいう動きをした阪神が悪い、これはね、だけどそれに対しての暴言というのは、
っぱ話し合いは分かるわけで、はい、やっぱ態度っていうのは監督らしくはなかったよね、まあ、でもそれを取り戻すには、はい、ヤクルト球団に対しても高津監督村上に対しても昨日はちょっと言い過ぎたごめん悪かったなっていうような、はい、これ謝っても俺は良かったと思うんだよ。そうですね、まあ、もしかしたら裏で謝ってるのかもしれないですけど、ただその記事にはその裏で実はこういうふうに謝罪があったんですよっていうのが一切載ってこないので、うん、やっぱりその野球ファンもヤクルトファンもんどうなんだろうっていう思いもありますし、うん、だからそこが器じゃないって言われる、はい、まあ、SNS で、うん、だから器とか 器じゃないとかはさ、はい、これはもうやってみなきゃわからないし、うん、まあ、優勝すればそうじゃあ器なのかっていうことになってくるじゃない、はい、だからそれはなかなか言えないんだけども、はい、だけどその逆風に立たされた涙なんだと思うよ。それで選手、やっぱね、選手もね、やっぱやりにくいよ。で、監督もやりにくいよ。あ、そうなんですか。で、いや、その後も、やっぱファームで、やってるじゃないかとか言って中日が、ね、はい、阪神に食らいついたとか、うん、まあ、一連の動きがこうあって、はい、もう完全に阪神、うん、まあ、そこに先頭に立ってるのは矢野監督だよね、はい、もう逆風だよね、はい、だけどその逆風の中やっぱ負けるわけにいかない、うん、このまま落ちていくわけにはいかないというところでの選手の頑張りで本当に感動はしたんだと思うよ。そこはそう純粋にってことですよね。純粋に感動はしても、うん、はい、やっぱり人の見方ってそうはしてくれないよね、はい、だから、うん、今は流れが悪い。もう何をしてもやっぱりなんかこう逆に出るってことですね、うん、だからあの巨人とのあの降雨のコールドの時も、うん、雨で中止ってなった瞬間ガッツポーズをしてたんですよね、ベンチで。それをやっぱりテレビのカメラに抜かれて、雨でコールドで指揮官がガッツポーズはそれはないよねっていうこともさらに叩かれて、いやだからあれが何もなくて、はい、ヤクルト戦のこともなくて、はい、運が味方したっていうことでガッツポーズしてるんだったらさ、はい、運も味方につける矢野監督みたいなさ、はい、そういう見出しになったと思うけど、事の発端逆風になったのはもうあのことだよ。そうですよね、うん、サイン疑惑からそういう逆風に立たされてるから、うん、まあ、あそこでやっぱ取る行動はゲームセットってなった瞬間にグラウンドに向かって一礼するとか、はい、そういうことの方が綺麗には映るけどね。そうですよね。でもなかなかさ、やっぱ素直に野球に集中してて勝った瞬間ってやっぱガッツポーズもしちゃう時もあるよ。でもそれもそういう見方をもうされ出してるということだよ。そうですね、矢野監督はつまり、まあ、首位にいるわけですし、その前の疑惑があるからどうしてもこう悪い方にみんなつなげていっちゃう。そうね、だから矢野監督 その目力っていうものが、はい、最近なくなってきてるもんね。なんかあ見ててもいやだからそういうふうな見方をしちゃうっていうさ、うん、あと原監督とどうしても例えられてしまうんですよ。記事とか見ていても原監督であったら絶対シーズン途中で泣くことはないよねとか、原監督だったらどっしり構えてるよねとか表情を出さないよねとか、やっぱりどうしても比べられてしまうっていうのはこれもまた しょうがないというか、周囲で争ってるからっていう。何回優勝してんだよ原監督は。まあそうなんですよ。何勝してんだよ。ジャイアンツで歴代一番勝った監督だよ。はい、ね、それと比べられたらね、うん、そりゃかわいそうだよ。でもやっぱりファンというのはチームを見るし、はい、ね、監督を見るし、そのぐらいの振る舞いはしなきゃいけないし、言動にはやっぱ気をつけなきゃいけないということだよね。そうなんです、うん、やっぱりその喜怒哀楽が出ることはいいことだけれども、やっぱり時としてそれは指揮官として抑えるところは抑えるとかっていうことそうですね。だから、まあ、例えばその巨人と戦う原監督が威風堂々、ね、うん、はい、指揮を振るってる、うん、やっぱそれに対抗するにはさ、まあ、例えば威風堂々なんていうのはまだできないと思うよ、はい、できないけど必死に戦ってる、うん、なんとか原監督に食らいついてる、そういう姿勢をやっぱ見たいんだと思う、うん、ああいう罵倒じゃなくて、はい、そういう姿を 見たいんだと思うよ、うん、そしたら知らず知らずのうちに勝っていけば、はい、やっぱ原監督の次は矢野監督だっていうふうに言われるぐらいにファンも期待してるんだよ。そうですよね、うん、批判って期待の裏返しもあるからさ、はい、もうダメだダメだって矢野監督あんなんじゃお前あんな暴言吐いてるじゃダメだとか、うん、でも人って間違いを起こすよ、はい、意に反して出ちゃう言葉っていうのもあるよ、はい、
だけどそれを巻き取るにはじゃあどうすればよかったかっていう答えだよね、うん、だからそれをやっぱ間違えてはいけないということだよね。ね、ここ今もうあのオリンピックブレイクに入っていますけれどもそれが明けた後また阪神であったり矢野監督とかがどんな風にまた戦う姿勢を見せてくれるのかっていうところも期待したいですよね。まあ謝る謝らないもいろいろあるけども、うん、だからこれからだよ。そうですね、やっぱ勝負は、うんうん、で阪神ファンっていうのはやっぱ今年の阪神にかけてると思うし、はい、で応援もしてると思うんだよ、はい、矢野監督にも期待を してると思うんだよ、うん、だからこれからだよ言動振る舞い、はい、行動、うん、ね、だからそういうことをやっぱ意識してやればいいのかなと思うよね。まあ純粋に涙が出る時もあるだろうし、はい、ただやっぱり勝負というのは見てる人たち、うん、ファンの人たちっていうのはもっとシビアに考えてるのかもね、うん、そうですね、うん、だから今泣いてどうするんだって勝って泣けようみたいな、うんうんうん、その気持ちもすごくわかる。優勝してっていうことですよね、うん、途中で泣いてるやつなんかダメだよみたいな、うんうん、ましてや指揮官があって、うん、ね、まあ、愛の、まあ、知った激励というか、うん、だからかい、いや我々のチームはこのぐらいの力があるんですよと、うん、まあ、選手を褒めてやってくださいって、はい、そのぐらいで良かったと思うけどさ、はい、感動して泣いちゃったんでしょ。そうなんですよ。まあまあ人間臭くて、うん、俺は嫌いではないけど、はい、一連の流れがあったから、はい、ね、なんかもう心弱ってるやん監督は。多分今誰よりも弱ってると思います。弱ってる。いや、あの SNS っていうのは怖いな。記事までもそうなっちゃうので、うん、怖いな。でもこのまま言い続けてしまうと記事も SNS も、 もう矢野監督能面みたいになっちゃうんじゃないかなって。無表情のお前、昔のお前星野さんなんかお前大変だぞお前SNS があったら、ね、今もう炎上どころじゃないよお前、突き抜けてるよお前いや本当に本当にそうですよね。だけど時代に合った立ち振る舞いだとか、うんうん、そういうものもやっぱ考えてほしいよね。そうですね。でましてや野村さんの追悼試合、お互い矢野監督も高津監督も、まあ高津監督は何も悪くないんだけどさ、はい、お互い野村監督の教え子だということ、うん、ね、まああんまり関係ないけどね最後はね、はい、最後丸く収めようかなと思ったから、だから無理やりになっちゃったよ。でもそうですね、だから、まあ、これからどういうふうに振る舞うのかっていうところ、まあ、我々もそうですけど、あの、うん、間違いあるから、はい、どういうふうに、ね、これから、ね、うん、振る舞っていくのか、はい、まあ、そこも注目かな。そうですね、はい。